ほら会長ということでね、今回はドラゴンボールコラボガチャ、これをね10回いきたいと思います。まあね、私ちょっと最強のベジータを持っているので、ちょっとメヒクメリットは私自身ちょっとないかなと思ってるんですけど、あのトランクスと悟空が個人的に欲しいのでちょっと引きたいと思います。で、まあ、ただ引くだけじゃね、ただのコラボガチャですよ。やっぱりドラゴンボールですからね、ここはね摩訶不思議アドベンチャーを歌いながらちょっと引いてみましょうよということで、突発的にこんなことを思いついた俺変態かって話なんですけども、ちょっとねやってみたいと思います。いきます。タレッテ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 ッカッカッテルレッテ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 ドラゴンボールテッド、世界で一等愉快な奇跡、この世はでっかい宝島2回目、そうさ今こそアドベンチャー、ラディッツ出た、胸ワクワクの愛がぎしり、色とりどりの夢がどっさり、この世のどこかでミスターサタン出た、また出たで、はい、そいつ見つけに行こうぜ。4回目、妖怪変化もぶっ飛ばし、雲のマシンで空も飛ぶのさ、5回目引きます。レッツライトライトライマカ不思議、空を駆け抜け山を越え、ピクロさんセッツトライフライフライ大冒険、不思議な旅が始まるぜ。金玉しか出ない、手に入れろドラゴンボール、貸し飛んだ世界で一等、手強いチャンス、7回目、ドラゴンボールテッド、銀しか来ない、銀しか来ない、この世はでっかい宝島、そうさ今こそアドベンチャー、よっしゃ来たい、何が出る、かぶったベジータかぶったマジで、いやまあ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 、まあ、別に嬉しいよ、うん、ありがとうベジータ、わかった、ありがとう、よし。でもね、俺ベジータ別に今回ね持ってるんで一番いらなかったのになー。へい、あ、ビーデル、うん、いいよいいよ、持ってなかった。あー、歌がね、まさか8、ドラゴンボールガチャね、8回引いたところで終わってしまうとはね。でもちょっと滑ってる感じもあったし、この地獄を突き抜けられたっていうことで、ラスト1回回していきたいと思います。いきます、ラスト1、金玉子大大大大大好き、銀でした。くそ、ラディッツ大根だったっけ、これラディッシュ、ラディッツ大、ラディッシュ大根だよな。ということで結果発表、はい、ミスターサタンからラディッツまでが今回の結果でしたね。ベジータね持ってるんだよな。うん、まあでもかっこいいね、うん、嬉しい嬉しい。でラディッツが2体、ミスターサタンが2体、ビデル1体に、16号2体に、ピッコロさん1体に、17号、これね結構強いんで、これ嬉しいですね。あれでも2体所持俺持ってたっけ、あ、俺17号持ってたわ。まあでも2体、うん、OKOK 全然 OK、ということでね、私にとってはかなり大爆死になっています。はい、まあ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 、まあまあまあ、残り魔法石ね38個ですけども、こっちはねちょっと育成の方に向けたいと思います。ということでドラゴンボールガチャ、摩訶不思議アドベンチャーを歌いながらの10回引き、まあ、括弧8回で、その残り2回は、普通のねドラゴンボールガチャという感じになりましたけども、いかがでしたでしょうか。この動画が面白いと感じたりね、なんかね共感するものを感じたら、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。では、また次回お会いしましょう。さよなら。